きました。自己ベストということで言いますと、んという感じですね。はい、そうですね。はい、2時間12分11秒というところで通過をしていきました。己との戦い、過去の自分を超えるための戦い、さすがに表情が初めて引き締まりました。苦しくなってきました。すごいですね。そしてその後のチェプンゲティッチが間もなく大変、今40キロチェプンゲティッチも通過しまして55秒の差、大きく差が広がりました。そして安藤優香、間もなく40キロ、残り3キロ今超えたところ、残り3キロが、そうですね、2時間11分43秒ぐらいですかね、野口さん。はい、そうですね、はい。まあ、ただちょっと先ほどから見ていると腕を、まあ、もともと腕を下ろして走るタイプですけど、だらっとリラックスさせてちょっと、まあ、汗も光っているのでちょっときついですね、やっぱりこのあたり。でもなんとか、はい、頑張ってほしいです。はい、すみません、振り始めましたね、腕をね。今フィニッシュタイム2時間20分台と出ていますが、それよりは今のペースが少し落ちています。もう少し頑張って2時間20分台頑張ってるよ、もう。やっぱり、ちょっと失礼しました。2時間21分36秒走りというのがベストで、今完全にこれ自己ベストとの戦いということで、こちらも富士山になってきましたかね。ベストを尽くしてますよ。そうですね、もう本当に1本勝ちたいんだ、この1本だけなんだ、実は先行のことはあまり口出さなかった、ね、安藤優香でもあります。もう一声、この子は多分、まあ、うちの栄養士ぐらいの、なんか綺麗なの言ったらピシッと入る感じはあるので、もう一声あったら多分入りそうなので、まだまだポテンシャルはあるんでね。実は2011年の初マラソンの時、あの時は今と同じようなもう少し強い日差しが、すっごい注いでいました。もう本当に彼女を照らすスポットライトみたいな感じでした。でその後の悩みもなき苦しんだという2020年の名古屋ウィメンズマラソン、この時は凍てつくような寒さ、福士さんもこれはもう体験されていらっしゃいますが、そういう中、それぞれに顔の違う名古屋、そして今日は柔らかな日差しが安藤に降り注いでいます。そしてその中、2時間21分36秒の自己ベストとの勝負ということになってきました。勝負してますよ。そうですね、そして鈴木優香、こちらも少し体が出て、もう残り39キロ、残り3キロというところになりますかね。少し、はい、そうですね、はい、3分35秒でこの1キロをまとめています。で、その細田が前に見えてきているんですが、今20秒差です。20秒差まで迫ってはきています。そうですか、はい。ちょっと止まりかけた足の動きは少しまた回復しましたね。そして、今残り1キロを手前にしまして、先頭のチェプンゲティッチ、まだ後ろを見せたら、残りは1キロ。走りが力強く、大きくフォームが変わりました。すげー、はい、そしてこの1キロは3分6秒で動くような形で、最後の力で振り絞っているところですね。2時間18分フラットとの勝負。2時間18分フラットとの勝負。カザナ、ルース、ゴー、ユーキンドゥイット。腕振りが完全に変わってきました。17分突入してほしいですね。カモン。このもがく走りって見たことないですよね。今40キロを安藤も通過しましたね、加藤さん。はい、安藤が40キロ2時間14分31秒で通過しています。ただ、さすがに疲れました。野口さん、17分42秒かかりましたね、このオーディオ。そうですね、さすがにやっぱりこの後半はきついと思うんで、私も現役時代ここはすごいきつかったんで、まだフォームはそんなに崩れてないので、ここからですね、15, yes, we can do this. Go, 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 we can do this. Yes, 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 yes. 16, we can do this. We can do 16. Go, go.ジェットコスゲイ、この3人しかありません。取り付け道路に入ってきました。バッテリン道路名古屋、フィニッシュ点が近づいています。カサーナ、カサーナ、カサーナ、過去の自分と戦っている。イエス、ルーツ、何が大事か、精神がとても大事って、気持ちが大事って、そうなんですよね、インタビューで見てましたね、はい、まさにそれが出てますね。キプチョゲやチェルヨット、キピエゴへの憧れからこのレースをし始めたというふうに言っています。イエス、ウィキャンドゥです。好きだと言っていたんですが、まあ暑くもなく寒くもなく
でです。こんなスパートを必死になったスパートをしてるっていう姿初めて見ました。ドーハ世界選手権金メダリスト、世界選手権連覇をおろか、パリに向かってもビッグニュースが世界に発信されそうです。カカルーツカルーツ歴代3位か2位かという勝負になってきました。17分30秒ぐらいでいきますね。そうですね、はい、そのペースでいきますと歴代2位というので今42キロ通過。グー